名城大学 VR キャンパス紹介。天白キャンパス。多くの学生が学ぶ天白キャンパスでは、学生生活をテーマに天白キャンパスのさまざまな場所を紹介します。大学正門からの道。天白キャンパスの正門から続く学内への坂道には木々が立ち並んでいます。入ってすぐの左手の正門アプローチは、2017年に完成した名城大学の新たな顔です。明治時代のレンガが使用されており、地域に開かれた空間が学生たちを迎え入れます。タワー75。創立75周年を記念して建てられた地下1階、地上16階建て、75メートルのシンボルタワーです。学生食堂や売店、学生相談窓口など、学生生活をサポートする施設を集めたキャンパスの中心にある建物です。15階には、名古屋市内を見下ろせる展望ラウンジがあり、学生が自由に利用できる場所です。図書館。名城大学附属図書館本館には、およそ100万冊の蔵書が収蔵されています。各学部の学習に必要な専門書はもちろん、ベストセラーや新聞、雑誌、DVD など幅広い資料が充実。閲覧室は読書や学習に利用されています。講義室。講義内容や人数に合わせて、大、中、小の講義室があります。中でも、共通講義棟北1階の名城ホールは、600人が一堂に講義を受けることができる大ホールです。学会や国際的な学術交流を可能にする同時通訳ブースも設置されています。研究実験棟、大型重量実験棟。研究実験棟は、最新の実験器具や分析機器、大型の装置などを備えた高度な教育研究環境を実現した施設です。中でも、この大型重量実験棟は、全国的にも屈指の設備。構造物の半分の大きさのモデル実験ができ、より実際に近い環境を実現できるようになりました。グローバルプラザ。個性豊かなネイティブ教員とともに、オールイングリッシュの英語学習に取り組めるコミュニティスペースです。学生一人一人のニーズとレベルに合わせたアドバイスが受けられ、留学前準備や留学後のレベルアップに役立っています。ブックカフェ。交友会館2階には、焼きたてのパンやサンドイッチが食べられる Wi-Fi フリーのブックカフェがあります。ティータイムを楽しみながら、さまざまな人や本とつながることができるスポットです。名城大学の語学部が集まる天白キャンパスには、充実した教育研究施設はもちろん、学生生活を有意義に過ごすことができる環境が整っています。